いやー、ここのね、JA 熊本県会館駐車場っていうところなんだけど、いや、ここがね、上通りから割と近くて、にもかかわらずね、今日日曜日なんですけど、午前6時から11時まで、最大500円打ち切りっていうところでね、いや、なんか結構ここ周辺だったら破格の金額設定だと思う。大抵ね、午前8時から午後の、まあ、7時とか8時とかまでっていう風なのは、まあ、打ち切りであるんですけど、それでもね、ここ周辺だとね、800円、900円打ち切りなんだよね。にもかかわらずね、ここ立体駐車場になってるので、いや、ここはね、本当にいい場所だなって思いましたね。はい、というわけでおはようございます。二郎です。今はですね、朝の8時9分、10分になったところですね。5月の26日なんですけれども、今日ね、パフォーマンスイベントがあるんですね。ダンスとか、あと演技とか、そういう風なパフォーマンスイベントがあるんですけれども、それにね、参加するんですね、今回。で、前回もね、1回出たことがあるんですけれども、黒子として出させていただきました。でね、今回はちゃんと踊るので、まあ、Vlog 撮っていこうかなっていう風に思った次第です。でね、最近のやってることなんですけれども、結構何かイベントとか周知するときにインスタライブをしながらね、会場どこなのかっていう風なのね、教えるのも結構ありだなって思って、最近インスタライブするときとかにフィルターをつけるようになったんですけど、こういう風にね、時間が出るフィルターっていうのがあって、それがね、結構気に入りで最近使うようになりました。こんな感じでギャルパー会場早く着きすぎたっていうことで、タイトルを変えてね、ライブを開始します。21。はい、こんにちは、二郎です。場所なんだけど、ここなんだろう、ここに書いてるかな、いや、書いてないな。 B9 っていうのか、ここ建物の名前は。で、地下1階がナバロっていうのかな、とイベント会場の名前になります。はい、ちょっとね、日が照っているのでちょっと眩しいんですけど、こんな感じの場所になります。で、まだね、時間がちょうど18分なので早すぎるので、それまでね、ブラブラしようかな。いやー、綺麗。なんかこの開けた感じがすごく綺麗。なんか人がいないだけすごく新鮮だよね。ロッテリア、熊本で唯一あるロッテリア、おそらく多分今日の打ち上げ会場になると思われます。 面白いのがね、ここたい焼き屋さんと併設してるんですね。ありがとうございます。下通りじゃないです、こちらは上通りっていうところになります。二郎さん待ってるよ。あ、マジか。あ、ラブカーさん、おはようございます。 いや、なんかね、遅くとも9時に来てねっていう風に、会場に来てねって言われたので、あ、ちょっと余裕あるかなと思って インスタライブを やっているという。声が出せないけど、ちいかわの心で頑張ってきて、はい、今から向かいます。いやー、朝の散歩いいな、気持ちがいいですね、朝の散歩ってな感じで。あ、これが入り口だ。ちょっと まさかこれ取っ手だと思わないよね、これね。お邪魔しまーす。この通路作るんで、一旦ちょっと借りて、借りさせてください。にっこりさん、ええ感じですか？はい。こんにちは、にっこりさん携帯です。ダンス初心者のメンバーがいたり、肋骨を負傷したメンバーがいたり、はい、本当に大変な3ヶ月を過ごしてきました。だけど、カラフルにしてもらえると嬉しいです。はい。お願いします。はーい。ありがとうございます。
今日も一日皆さん頑張りましょう。はい、今からです。イエーイ。オッケー。